トランスフォーマーキングダムのエアレイザービーストモード違うんだよかーちゃんトランスフォーマーの世界に登場する女性はみんな強いキャラクターが多いんだよねこのエアレイザーはどんな活躍するかねボタファの秘密基地 動画をご覧に皆さん、こんにちは、ウタファです。今日紹介するのはこれだトランスフォーマー、ビースト覚醒、デラックスクラス、エアレイザーだ <laughs> <laughs> ああ、全国のガンゲ野郎、集結せよというわけで早速行きましょう。劇場版トランスフォーマーのスタジオシリーズというブランド。まあ過去にも僕はいくつかレビューしていて、でまあ今年放映予定のね、ビースト覚醒、これに登場するキャラクターとなります。 これはマクシマルと言って、まあ、敵味方で言うと味方の、ま、ロボットになるんだけども、まあ、ビーストウォーズというね、昔アニメでやっていました。まあ、その、そこにも登場するキャラクターとなっています。日本ではね、エアラザーと言っていました。で、日本版は、これは男性のキャラクターなんだけども、元々のオリジナルは女性だったんですね。おそらく、 これも女性で劇場版は登場するんじゃないかなと思います。ロボットモードこんな感じですね。ビーストモードははやぶさ。というわけで早速開けていきましょう。開けろじゃーんロボットモードでこのように入っています。それからおなじみのディスプレイスタンドですね。紙製のものになります。こんな感じです。今日はこのエアレイザーじっくりとね、紹介していきます。まずはこのロボットモードですね。 プロポーションが非常に整っています。ハヤブサに変形するだけあってね、羽が背面にありますね。全体のプロポーションはなかなかいい感じです。さっきも言ったんだけど、まあ女性なのかなということで、こう割とスタイリッシュな、あなんていうかな、あんまりムキムキじゃない、まあ女性らしいというか、ちょっと細身なプロポーションとなっていますね。このウィングが特徴。ロボットモードでもウィングはこのように稼働します。こんな感じですね。 まあ、おそらくロボットモードでも劇中空を飛ぶんじゃないかなといった感じですね。これがトランスフォーマーキングダムで発売されたエアレイザーになります。そう、これあ、いわゆるね、アニメ版というかね、あの、アニメというか CG 版のね、あの、昔のビーストウォーズのフォルムをしている。この商品なんだけども。これとね、あの、変形パターンとかがちょっと似通う。大体いい同じような感じだなというのがね、一つ特徴かなと思います。大きさがね、だいぶ、 違いますね。ちょっと劇場版の今回のやつの方が大きいという感じだね。特徴をしっかりとね、捉えています。さあ、それではね、近くで見ていきましょう。まずは、頭部。シャープなデザインとなっていて、一目見て、あ、鳥がモチーフだなというのがわかるデザインになってますね。それから、今までのやつも同様なんだけど、このビースト。 この獣特有の造形になっていて、ディテールが大変細かいです。腕。これ取り外せるパーツになっています。腰回り。ところどころしっかりと塗装がされてていいですね。鮮やかなシルバー。この辺とかね、羽があるような感じだよね。足回り。ロボットモードの足がこれで、後ろ。これね、爪になっていて、これがビーストの時ですね。こんな感じ。羽も、 えー、ここがね、塗装になっていますね。少し明るいグリーンといった感じです。可動は割とオーソドックスな感じ。頭部がボールジョイント腕、えー。腕の付け根もボールジョイントですね。背面のウィング以外は干渉するところがそんなにないんで、結構よく動きます。足。後ろ。あとは開脚。こんな感じですね。ロールがあって、あとは足首。 ボールジョイントになっています。変形の恩恵でこんな感じで前面に出すこともできます。で、この武器なんだけども、反対側の手にもついています。この青みの強いゴールドの塗装が施されているやつですね。角悟を動かしてアクションエアレザー、やっぱ空を飛ぶでしょうというわけでね、ディスプレイスタンドでセットしています。浮遊感のあるポーズがすごく似合います。トランスフォーマーの世界に登場する女性はみんな強い キャラクターが多いんだよね。このエアレイザーはどんな活躍するかね。ちなみにカーロボット勢にアーシー、アーシー姉さんなんて言うんだけど、もうそのアーシーもいるんでね、一緒に戦ったりするのかなとね。まあ今から楽しみですね。さあ次は大きさ比較いきましょう。これはデラックスクラスと言うんだけども、そうだね、そのサイズの中では結構大きい方で、例えばバンブルビー。頭一つ大きいことがわかるかと思います。同じクラスでも、 まあちょっとね、大きさが違ったりするんだよね。ボイジャークラス。バトルトラップ。アイム。オプティマスプライム。最後は、チーター。おービースト勢のー、新規キャラクターはこれですね。おそらくなんだけど、バンブルビートの比較だと、大体この2体結構大きいんで、このビースト勢っていうのは結構大きい。いあの、サイズ感なんだろうなという、僕のイメージです。 ロボットモードはこんな感じです。さあ、それではね、はやぶさモードに変形させようか。エアレイザー、変身 <laughs> 今回のオタファテクニカルレベル、ズバリ 3! そのキングダム版を持っている人にとっては大きい新鮮さはないかもしれないですね。初めてこの型を変形させるぞっていう人にとっては結構驚くパターンです。よく考えられてて面白いですね。さあ、というわけで行きましょう。まずはウィング。 これね各部パタパタ変形になってます。これね、ロックがあって、こんな感じで外して、こんな感じでどんどん伸ばしていくと。こういう感じですね。普通にやろうとすると、まあこういう感じでいいかなと思いますね。こんな感じ。さあそしたら、後ろ。このパーツを起こすと、ロックが外れます。そしたら、てこの原理というか、 あ今度はね、この分、ここが開きます。このぐらいしか開かないんですね。でちょっと分かりやすいように腕を上げときます。そしたらえ、ここの部分をちょっと持ち上げると、こうちょっと動きますよねで。ここにビス穴があって、ここにちょっと分かりづらいんだけど、クランク軸によって移動する,すると、上に持ち上がります。ちょっと見ててください。せーの。 今、クリック感のある感じで上に行ったと思います。こういう感じでね。結構渋みがあるんで、ぐっと持って、こに動かすと。ちょっと胴体伸びましたね。もう一回ここ開けてみると、しっかりガバーッと開きます。そしたら、この頭部のところ。あ、胸部か。胸部を持ってぐるーっと回して、ここでロック。止めます。 さあ今度は腕ですね。腕ちょっと分かりやすいようにいきます。拳曲げる。肘のここで曲げる。そしたらこの中に押し込みます。ここにくぼみがあります。特にロックとかはないんで、このままスポット入れてあげる。最後に、この武器を上、上に回してあげると。反対側も同様です。どんどんいきましょう。入れて、 回すとさあ次、えー、今度は下半身ですね腰のところで回す足を2箇所回すここつま先反対側も同様さあそしたら足の付け根ぐーっと持ってきてこことこれがね ロックになっているんです。こうやって、位置を合わせる。足を折り曲げる。そしたらここを曲げて、いわゆる鳥足になるわけですね。ボールジョイントなんで形整えてください。こういう感じかな。判定がモードよ。この一連のパタパタが気持ちいいよね。こっちから見ようか。ある程度足しっかり開いて上に向けるといい。 さあそしたら最後はえこれをね下に下げてロックすればあああとねすごい細かいんだけど何が動くかとかねもうちょっと見ていこうか詰めかけここにあるんでこうやってやるとね口が開きますあとはこれ頭部も動きます最初固かったかなこういう感じで頭部動きますこんな感じでね形を整えれば じゃん変形完了ビーストモードおー見事にハヤブサに、まあ、変形というかね変身しました。フォルムすごくいいんだよね。あの、キングダムの時のエアーレイザー、後で比較するけど、変形パターンはほ,ほぼ同じなんだけど、ま、ところどころ違うところもあったりとかします。例えば、キングダム版は武器を外して足のところに持ってきたりとかするんだけど、まあ、ここは。 あの軸でね回転させるだけとか結構いい。うん、で、こっちの方がもうちょっとリアルなハヤブサの造形になっているよね。色味とかもリアルな感じだね。リアルなんだけどちゃんとロボットのやっぱりロボットだなっていうのをね忘れてない感じがいいよね。うん。こんな感じです。あとはまあ羽根がね細かく動くんで。 ユーザーの好きなようにね、ポーズを決めてあげるといいかなと思います。トランスフォーマーキングダムのエアレイザー、ビーストモード。違うんだよ、母ちゃん。大きさ的にはね、やっぱ今回のビースト覚醒版の方がちょっと大きいかなという感じですね。両方ともよくできています。ディスプレイスタンドにもセットできるんで、このようにね、並べることもできます。 跳ね広げると、そこそこボリュームありますね。ビーストモードはこんな感じ。最後はね、戻し変形しましょう。変身 <laughs> さあ、どんどん行きましょう。基本的にはさっきと逆ですね。6外す。で、足を伸ばすってやつです。ク外して、伸ばして、伸ばす。え、ひねる。ひねる。 反対側も同様こうですねそしたら腰を回すさあそしたら今度は腕武器をまず回転させて外して拳、でこっち側に向けるという感じですね一連の流れがあるんだけど、まあ、そこまで細かくあの気にしないでね あのやっても大丈夫かなと思います。拳で肘から回すという感じですね。そうするとここまで来ます。そしたらここを開ける。このようにロックを外して。えー、頭部をこう押し出すようにすると、ここで回転するという感じですね。ちなみに、このビーストの頭部のこここの顎のところに切り欠きがあって、最終的にはここで止まります。 そしたらこ,このクランクルですね。これはどっちから変あのロボからビースト、ビーストからロボともに硬いんで、こういう感じでゆっくり時間かけて、こうやってね、押し込んであげましょう,う。縮みます。そしたらさっきのところをロックさせるという感じですね。こうかな。そうすると、このようになります。そしたら、 ここのロックをするとあそうだちなみに腰の可動なんだけどこの時点ではね固定されてますさっきロックしましたよね動かないんだけど、まあ、ちょっとこう軽く引っ張ってあげると、まあ、腰が動きますロボットモードの可動の時参考にしてくださいここかなであとはパタパタウィングこれ目安になるのはこれですこの飛び出たやつがロックになってるんでこれが こういうふうに曲がるっていうのさえ分かればあとはこのパ,パタパタ曲がる感じが分かるかなと思いますうんいいですねこれなかなかいい変形だよねあてがもモードですこうあとはこんな感じでポーズを整えてあげればこれで元に戻りましたロボットモード 一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回の劇場版トランスフォーマービースト覚醒エアレイーザーのレビューいかがだったでしょうか一緒に楽しんでもらえたなら本当に嬉しく思います。昔ビーストウォーズを見ていた人はもちろん、今回の劇場版で、まあ、ちゃんと本格的にトランスフォーマー買ってみようかなっていう人にも本当に強くお勧めします。まあ、劇中の活躍がとっても楽しみです。これはねもちろん日本でのも今後発売予定があります。気になった方、ぜひゲットしてみてください。 今回の動画、面白かったな、楽しかった、参考になった、俺もトランスフォーマーが好きだという方、チャンネル登録と、あ追加評価、どうぞよろしくお願いします。あとはね、どんなことでも結構です。おおたわ劇場版の活躍、本当に楽しみだなとか。あ、この変形パターン初めて見たけど、すごく良かったよとかね。などなど。どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おたわでしたまってねー ガンの「ミッションを繰り出せよ」「変形が赤い」「憧れてた」「夢のトランスフォロー」「わ若っの君ミきキち」